千代子お母さん、おちょやん。前回のお話で栗子の笑顔がどうしても気になると思っていましたが、どうやら取り越し苦労に済んだみたいです。栗子元気でした。よかったです。あの笑顔は何だったか。思わせぶりな演出にやられました。そして千代の上がっていくペースが一気に早まったように思います。これも地道にコツコツ我慢して頑張ってきたからでしょう。たくさんの苦労と悲しみもありました。しかし千代の頑張った結果というものはどこにあるのでしょうか。日本中に武井千代という名前を轟かせることか、それとも莫大なお金をつかむことなのか。千代はまだそんなことを考えずに同じように好きなお芝居を続けているようです。第109話のお話は、日本中で大人気となった「お父さんはお人よし」は1時間の特別版の放送が決まりました。その矢先、脚本家の長澤が盲腸で入院してしまいます。さらに五女静子が家出をしてしまい、放送局まで両親が探しに来てちょっとした騒ぎとなるんです。その静子の居場所は千代の住む栗子の家だった。大学進学できる成績を取るため、ラジオドラマでの俳優活動をやめるよう両親から説得されたからだった。千代は泊まるよう勧め、親身に相談に乗る。第109話はこのようなお話になるようです。1時間の特別版も作られるというのは、とても人気のラジオドラマに成長しましたね。しかし1時間も間違いなしで生放送をするというのは、とても大変なことかもしれません。初回は千代が失敗して阿太郎が窮地を脱しましたが、もしもまだ役者経験のあまりない子供が失敗したらどうするのでしょうか。相手が千代だったから阿太郎もなんとかできたかもしれませんが、いろいろ大変なことが起こりそうです。そして五女静子、彼女は役者を続けていきたいようです。しかし親は反対、今は学業優先だという考えなのでしょう。夢や好きなことはその次、娘の将来を心配して役者を辞めさせるつもりなのでしょうけど、様々な考えの親がいて、家庭の事情があって、第三者が口出しできることには限界があって、だけど静子は役としての母親千代を頼ってきて、難しい問題に巻き込まれそうです。第108話のお話は、千代が家を出ると通り過ぎる人みんなが挨拶をしてくる。どこに行っても藤森家のお母ちゃん。千代はニコニコが止まらないでしょうね。現在大人気の女優さんは顔を隠して街に出歩くイメージですが、千代は全くそんな素振りはなかったですね。あの時代の芸能人はみんなそんな感じだったのでしょうか。そして千代が着ている着物、ちょっといいものに変わっている感じ、それなりの報酬もいただいているのでしょう。収録では阿太郎と千代の掛け合い、それを見ていたプロデューサーの酒井や演出の富岡、そして千代の起用を反対していた篠宮。いやー、今日も絶好調ですね。やっぱり武井さんを起用した判断は間違えていなかったと、手のひら返しがすごいです。しかし
このような人が出世していく。そんなことがあったりするんですよね。責任は取らないけど、口だけは出す。酒井は呆れていましたけど。岡福では、鶴亀新喜劇のみんなが、千代のラジオを聞いて、感心していました。千代ちゃん相変わらず芝居うまいなぁ、と。その道で頑張っている人は、声だけでも、うまい下手がわかるようですね。あないな話、毎週よう書けるなぁ、とも。脚本を週に一本書き上げることが大変なこともわかっているようです。長沢は一平と比べ物にならないくらい、すごい人なのでしょう。そんな一平をみんなは心配していました。しずが、ボンヤンまだ書かれしまへんのか?と言うと、香織は、自分が何とかせなあかんて、ずっと苦しんでて。何やってもうまくいかへんときに、千代がラジオ出るのが分かって、と。千代は、一劇団の喜劇女優から一気に、全国区の女優へ。日本中の誰もが知る、女優へと大変身した。一平の本当の気持ちは分かりませんが、それを喜んでいるわけでもなく、香織がそんなことを言うということは、千代のことは何も言わないのでしょう。悔しい気持ちがあるのか、自分が裏切って逃げ出すまで追い詰めるようなことをしたのに、千代が有名な女優になったことで台本がさらに書けないようになったのなら本当に最悪。因果応報、身から出たサビで自分で自分の首を絞める。そんな言葉がいくらでも出てきます。その頃一平は幹事を稽古場に呼び出し、次の台本お前が書いてくれへんか。もう何書いてもあかんねん。ここが限界や、と。一平は憔悴しています。どんなに考えて台本を書いても、離れた客は戻ってこないのでしょう。幹事は、ええ加減にしてください。みんなそんなあんたを見て苦しんできたんや。かっこつけんと丸裸になれや。瞳子のこと、新平のこと、千代さんのこと、書かんかい。それだけやってダメなら、俺が印籠を渡したる、と。一平は一平で、苦しんでいるようですが、それを見続けている劇団のみんなも、ずっと苦しんでいたようです。あの千代が消えた日から。そして今度一平が書く台本で、公演がうまくいかなかったら、一平は引退。ということでしょうか。幹事はそう言っているのでしょうね。幹事からしたら、一平は自分が犯したことにまだ甘えていると言っているようです。しかし幹事はとても成長しましたね。立派な大人になりました。顔つきも変わっています。そしてお父さんはお人よしの役者が残され、酒井が持ってきた話は、1時間の特別番組になった、と。みんな大喜びしていました。篠宮は、自分が上に掛け合った、と言っていましたが、多分誰からも感謝されないでしょう。そんな中、五女の静子が突然立ち上がり、私の出る場面、ようけ作ってもらわれへんやろか、と。次女のおつこは、あんた何勝手なこと言うてんの、と。本当の姉妹のようです。家庭にもよるのでしょうけど、大体長女は何言わず、まずは聞いてみるのに対し、その下の妹は文句を言う。おつこもそのパターンでしょう。そして、三女と四女の双子も続きそうですが、ここではお母さんの千代が、何かありましたか?と。
そんな話の時に長沢が入院したと桜庭が飛び込んできました。1時間番組が決まった途端に入院。篠宮はもう無理だ無理だとばっかりになり手のひら返し。この人、少しはできる方向を考えてみるということはできないのでしょうか。うまくいったら自分の手柄、失敗したら他の人のせい。信用する人がいなくなる典型的な人です。長沢は諦めてはいませんでした。見舞いに来た千代に、人々にもう一遍顔を上げてもらいたいと。役に選ばれた子供たちを選んだ理由は、みんな前を向いていたから。千代もその一人だと言い、千代を選んだ理由はただ篤郎との掛け合いがうまいということだけではなかったようです。出演を断るが、しかし千代にはまだ前に進んでいこうとするものを感じたから、だからあれほどお願いしたのですね。長沢という人も諦めない人、病床でも台本を作り続けていました。そして千代が家に帰ると、静子が待っていました。家出をしてきたようです。春子が静子に、なんか喋ってみてと言いますが、可愛いですね。アイドルがうちに来た感じでしょう。千代は両親に連絡して静子を家に泊めるのですが、結構難しい問題なのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。